つとなります。では吸引します。よし、終わりです。終わりです。ではひろくんの色を注入します。はい、じゃあ入れますよ。これは入れますよ。これは入れる。このチューブが長く出ていて、お鼻から酸素が出ています。オッケー、よいしょ。やるよ。ちょっと動かないでよ。ここ、ここ、ここ。よいしょ。頑張れ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 。失礼します。午前中1回、午後1回、まあお風呂上がってから1回で、夜3時間まとめて機械を使って流すっていう感じで。んです。同じ年齢の子と接触することがもう極端に少なくて、やっぱり真似ができなかったりだとか、言葉の発育もそうだし、この子の成長自体が遅れちゃう。すごい心配ですね。やっぱり2人家でずっとっていうのはちょっと良くないかなっていうふうに感じてます。やっぱりお友達もいるし、通園先に着くとニコニコしちゃって、その居場所みたいな感じに。ここが色でお腹に直接ご飯が入る。だからやっぱり行き場がない、まあ、そこの不安というか納得のいかなさというのはあったかと思うんですけれども、うん、普通の子育てしてる親として働きたいなっていうのがやっぱ本心かなと思います。別にどんな子供がいても、本人が、親が、家族がしたい暮らしができるような世の中であってほしいなとは思います。